はいはい。えー、奈良のことをゆるっと話す、うるばし奈良通信でございます。今日はですね、あの、もう、ヘロヘロなんですけれども、えー、予告通り、ちょっと遅れて、はい、スタートでございます。9時15分ぐらいって言ってたのに、もう9時半ですね。いやー、まだ誰も来ていらっしゃらないので、 コメントをあの寂しく待ちたいいと思います今日はですねまああのさっきまでズ、えームでお話し会をしてまして私の肝入り案件十一面観音様ブートキャンプというもののえー、っと今日何回目だったんだろう5回目ぐらいだったのかな宝記事さんの話だったんですよ。でそれがまああって、えーあ あのー、その後なんですけれども、えー、っと、<laughs> 小崎さん、二次会もこんばんは。ありがとうございます。お越しくださいまして、ありがとうございました。えー、足立さん、こんばんは。まきさん、どうも、こんばんにはでございます。はいはい。えー、ちょっとね、あの、疲れすぎると、もうなんか、舌が回らないというか、頭が回らないですよね。えーっ水さん、どうも、こんばんはあ。間に合いました。ありがとうございます。 今始まったばかりです。えー、っと西川さん、はい、ご本名ありがとうございます。あくすらさん、こんばんはでございます。川奈さん、こんばんは。先ほどはありがとうございました。えー、中井さん、二次会ありがとうございます。はい。まあ喋る方も大変だが聞く方も大変ということで皆様の貴重なお時間を頂戴いたしまして、うるわし奈良通信でございます。この番組は奈良のことをゆるっ とお話しいたしまして、えー、特別にこう役立つこととかこう皆様に有益なことをもたらすのではなくただのこの風をね奈良の風をこうファーサーッと送って、えー、奈良に飢えていらっしゃる方に奈良成分を注入するというそういう趣旨でございます。えー、吉村さんこんばんこばは <laughs> ごめんなさい先ほどはお疲れ様でしたはいありがとうございましたえっと十一面観音様のことだけを語るという十一面観音ブートキャンプというのを開催中でございますで、えー、今年、まあ、あの国宝の十一面観音様を拝観しに行くためにその予習会をするということでズームでお話をしてるんですねでまあ国宝の十一面観音様でなくっても 素晴らしい仏様がいっぱいいらっしゃるので、えー、その方々のお話をして実際に行こうという趣旨でございます。で今日は宝騎士さんでございました。えー、っとそのブートキャンプ聞いてそのまんま流れでこっちに来てくださっている方も多数いらしてくださってありがたい限りなんですがどうでした参加された方。ちょっとあの感想を聞かせてくださいな。もうね あのだいぶ慣れたんですけどやっぱりね Zoom というそのほぼほぼ真っ暗な画面を見ながらしゃべるというのは非常に難しいのですよまあね本当こう画面の向こうでねあなんか気配じゃないですけど 熱心に聞いてくれてる感じがするとかたまにこうあのニコニコしてるお顔を見せてくださってる方とかいらっしゃるんですけどズームってねお家で皆さん聞かれるしこういろんな,なんかまあご飯がまだだったとか帰ってきたばっかりとかこのあと何か用事があるとか実はもう眠いとか明日早く、ね、あの起きなきゃいけないからこう寝自宅完了した日で聞いてるとかいろいろあると思うので。 画面がオフなのは、あのしょうがないし。そういう利便性があるからこそのズームっていうのは、よく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 承知してるんです。でも、私のこの得意とする、あのアホアホ話。あれが。政府だったのかどうかが知りたい。どうでしたか、皆さん。あの。感想をぜひ、えー、っと、そうですね。 20個ぐらい言ってほしいんですけどね <laughs> 20個って1人20個かよっていうねえー、っとあ、えー、水尻さんこんばんは調べ物してたら、えー、オンラインの方忘れてしまってましたまたアーカイブで聞きますはいはいあのお忙しそうで何よりですなんかあのお店が オープンされたそうでおめでとうございます。ぜひ頑張っていただいてまた北海道行きますね。えー、川名さん、とっても良かったです。忘れかけていた十一面観音様に再会できました。<laughs> ありがとうございます。八十八観音巡りってすごいですよね。ちょっと私も行きたくなりました。えー、とっても放棄事に行きたくなりました。あ、よかったです。あ、トミーさんだ。こんばんは。ありがとうございます。えー、展示、 えー、展,展示会のような、ただおち解説で放棄誌をかうあの認識できました。えー、三重の塔の法隆さんとの共通点や観音様の東照大寺さんとの共通点などありがとうございました。もう、富井さんありがとうございます。おかげさまで、はい、ちょっと、あの、だいぶ勇気が湧きました。あの、あれでよかったんですね。ありがとうございます。えー、よくわかりましたよ。11月の放棄実は楽しみです。 吉村さんありがとうございます。かかったよかったた。あの法麒寺さんって法輪寺さんのねあのお隣にあるガ山古塔と呼われるお寺の一つなんですけれどもすごくこうまあ言うてみたら地味なんですよね地味で何が悪いっていうふうに私は思うんですけれどもこう。 日本最古の塔があるっていうのが一番の、まあ、目玉なんですけれどもこう塔を見てなんかこう小走りしたくなる人ってもうそれは建築関係の人ぐらいじゃないのかっていうやっぱなんかこう今の私たちが心惹かれるものって仏像とかまあその。 こうお,お庭のねすごい美しい感じとか御朱印とか、まあ、僧侶の方のお話とかやっぱりこうなんていうかう優しいもの可愛らしいもの美しいものに寄りがちなんですよね。 なので法記事さんのその良さっていうのは三重塔以外にも実はいっぱいあるんですけどでその一つが十一面観音様なんですけれどもその十一面観音様がいい法記事の十一面観音様がいいのよっていうのを私はあんまり聞いてこなかったんですよねいたのぐらいなレベルなんですよねでももう素晴らしいんだとでその方の 来歴というかこうあの造形とかをね細かく見ていったら本当にすごいいい方をこうお守りしてきたんだっていうのが分かるんだっていうのをさっき1時間しゃべったんですよ。えー、ですのであのー、まあうんそもそもその私のこういうやつを知ってくださってる人でないと 記事さんの話を聞こうっていういにまずならないと思うんですよねそれが本当につらいところでなんかこう、うん、もっとこう知られてもいいはずなんですけどなんかなんかいるんでしょうね語り口というかね、はい、あそうそうだからまあもしあの今回の話聞いてくださった方で、えー、っともうすぐねえ10月だっけな放記地さんのツアーもあるんですけれども 10月ですね、えー、何日だっけ何日だっけとか言ってちゃいかんよねちょっと待ってね。 はいはい、失礼しました。えー、っとちょっとこういうね用意ができてないっていうのもなんかズーム終わりのこの体力がもうない感じが露呈してるんですが10月13日でしたね。来月やんもうすぐや。はいえー、っと10月13日の日曜日に、えー、午前中放棄法放輪寺。 お昼から中宮寺法隆寺というツアーをしますので、えー、もしあの来ていただいたら非常に嬉しいですしで何よりももしこういうそのツアー来ていただいたり話を聞いてもらったりしてあ法騎寺さんの観音様こんな風にすごかったんだよかったんだって分かったらあのそれをこう言ってほしいんですよね周囲の方にね。でどこかの 偉い先生が「法記事とは?」って語られるよりも「あなたが法記事の観音様ってとっても清楚だったんですよ」ってお友達に言う方がこう100倍聞くと思うんですよ。ぜひ法記事の十一面観音様を世に知ら,知らしめるのはあなただということで、えー、よろしくお願いいたします。 佐々木さんこんばんは手が離せなかったのでアーカイブで拝見しますねはいはいお忙しい中ありがとうございますえー、っと <laughs> な,んかなんだろう咳が出るえー、っと西川さんがありがとうございますちょっと質問したいんですが木って枯れるんですよねご神木といっても、えー、それはお山とかお石とかとは違って枯れる木にはやっぱり仏様にしてあげないといけないですね えー、今度のイカルドがレジレジデンス参加したくなりました。タダルスさんのネタは全部大丈夫です。ありがとうございます。<laughs> そうですね。枯れるそうですよね。あの日本の神道ではその木が枯れるっていうのはその木がこう生き生きと葉を茂らせまあ生気をみなげらせているのはそこにその神の力があるからであって木が枯れるっていうのは神様が離れる。 何かメッセージなんだって受け取ったって言いますよねなのでその春日のあれ春日のお山だったかななんかその普段常緑の木がね枯れたりしたらそれは神様がお怒りになってるメッセージだっていうのでもう朝廷がてんやわんやみたいなねそういう話はよく聞きますねえ放棄実は11月でしたっけ10月でメモってたはいあの10月13日です ぜひぜひあ七尾ちゃまこんばんは間に合ったはいようこそでございますえー、っと田村さんありがとうございます宝吉の十一面観音様拝んだ記憶がなく <laughs> はいはい田沢さんのおかげでちゃんと拝みたくなりましたよありがとうございますなんかねやっぱりあの宝吉さんのお隣にある宝林寺さんがこれまたド迫力なんですよね、うん、だってあっちは あのー、マジモンのアスカ時代の仏像木の仏像が残ってるんですよ。怖いですね。<laughs> だって法隆寺さんの仏像はどうなんですよ。ブロンズね。ブロンズだったらわかるじゃないですか。で木っていうね。さっき西川さんが木は枯れるからうんぬんって言ってくださいましたけど、そのー。 木ってまあそれはあの法隆寺の木造建築とか1,000年残りましたけどまあ火がかかったらすぐに焼けるし虫食いだってあるだろうしそれがなんか残るってすごくないですかちょっとねもうおっかないですよ法輪寺さんのあの薬師さんは。 まああのー、来週の土曜日、えー、法輪寺の十一面観音様の話をしますでまあ、あのー、法騎寺さんもそうなんですけどもともとの法騎寺さん法輪寺さんの、あのー、ご本尊とはまた別の、えー、御仏がお出ましになってこう中心的な地位を占めるっていうことが多々あったんですよね。 で法輪寺さんはあのこう創建当時の,あの薬師さんが残っていらっしゃるんですけどでもその時代の流れの中でこう人々がこう求める気持ちがいろいろさまざまでで、えー、聖徳太子様とは全然関係ないんだけれども十一面観音様が求められていらっしゃるんですよ。で今あの 安置されているところは、その歴代のこう大事な御仏がこうオールスター全部並んでるっていう、そういう入れ立ちで、なんか、すごい、ほんとすごい場所なんですけれども、はい、法輪寺さんも、あの、是が非でも行かなければいけないところですので、えー、ぜひ、ツアーの前に予習会ご参加ください。えー、っと、河合さんどうもこんばんは。ご無沙汰してます。ありがとうございます。 えっと、小野さんこんばんは。えー、明日はにぎわいの日の仏像講座い、えー、行けなくなっちゃって残念。また奈良でお会いしたいです。そうそう、にぎわいの家がね、あのー、台風の影響で仏像講座が延期になって、えー、9月8日になっちゃったんですよね。で、あのー、もう都合が合わない方もいらっしゃるということで、はい、またあのいらしてください。はいはい。 えっと加藤さんこんばんはアーカイブで楽しみますありがとうございますはい足立、えー、さんお待ちしておりますねはいはいでえー、っと今日はですねあのー、まあコウさんの話をした後のあの二次会フェイスブックライブということなんですが えー、いつもでしたらフェイスブックライブは昨日金曜日にやっておりました。で、昨日急遽お休みさせてもらって、今日、えー、ズームの後にということになったんですけれども、ちょっとね、あの、運命的な、あの、出会いをしてしまったんですよ。で、えー、昨日はその運命の人に会いに行っていたので、えー、お休みをさせてもらったんですが、ちょっとご本を紹介したいと思います。あ、奈良と関係ないです。すいません。<laughs> <laughs> はいーカ,ーカメラお願いい、しますはい、皆さんこの本ご存知ですかえっ、ー、と前のウルド幸太郎先生、えー、著作の「バッターを倒しにアフリカへ」という本がありまして、えー、バッターの研究者の方の「えー、バッターを倒す記録インアフリカ」というお話です。で、あのー まあたまたまだったんですけれども書店でこう奈良の本とかいろいろ買い込んでいる時にですねこちらの本に出会いましてで別に私はバッタが好きなわけでもなくそのアフリカに興味があるわけでもなかったんですがなんとなくこの表紙が気になって、えー、この作者の方はですねバッタを愛するあまりバッタに食われたいという夢を抱いて そのアフリカに旅立ったんですねでアフリカの,あのモ,ータリモ,ーモーリタニアという場所で活動してられてるんですがバッタが大発生するんですってでもう地平線の向こうまでバッタの大群が押し寄せてくるっていうところに居、まあ、合わせてある人が緑色の服を着ていた。 えー、バッタはその草を食べるのでその緑の服を見て草と勘違いしてその人のところにこのバッタが群がって服をめっちゃかじられたっていう記事を見て「なんて羨ましい」って思ったんですって。で同じ目に合う,が合うために自分でこの自前の緑の衣装をつけて、えー、そしてこう、あのー、ちょっと仮面ライダーっぽく顔もバッタに似せて。 そのバッターに食われるためには振りカっていう頭おかしいですよねっていう話があってで変な人がいるもんだと思って読んでたらめっっちゃ面白かったんですよねバッタ博士の,そのバッター愛というだけじゃなくってバッタの研究者になるためにこういかに努力をしたのかっていうその奮闘記でもあったんですよ。 で日本のその大学大学院っていうのはその研究者になるためにそのドクターというね博士になるっていうこう博士課程っていうのがあるんですけれどもその博士課程を出たからとて就職先がちゃんと用意されているわけではなく博士課程というその超高級学歴になったがために逆にその 就職先が見つからなかったりして、こう、年齢はもう30近くなってしまっているのに、で、長年学校にお金を使いまくっていたのに、その後、それを生かす場所がないっていうので、苦労されている陰性の方がものすごくたくさんいらっしゃるんですよね。で、彼はそんな中、アフリカに起死回生を目指して旅立って、 で、まあ見事に成功するんですけれども、その一学生の奮闘期がこれでもあるわけなんですよ。で、その、バッタをいかに知らしめるか。日本がバッタの害がないから、その、メジャー、悪い意味でもメジャーにならないんですよね。それをいかにして、こう、 バッタ博士という職にありついて日本の中でバッタの知名度を上げてそして自分がそこでこう飯を食っていくかっていうなんかこうバッタを奈良に置き換えたらこれ私の話じゃないのかなっていうねそんな気すらするはい、えー、<laughs> コメントありがとうございます 皆さん笑ってくださってて嬉しい。えー、っとさなえさん、今日も奈良サプリメントありがとうございます。奈良サプリにバッタが入ってすいません。えー、っと、えー、百条委員会の内容を聞いてましたが、こちらの方が関心高いです。ありがとうございます。百条委員会ってなんだろう。 えー、知ってます気になってた本あおすすめですよ面白かったです、えー、知ってます読みましたさすがカーナさんあのー、多分カーナさんもね面白がると思うそうそう手に取りたくなる本なんですよ食べられるのは嫌ですよねーはいえー、あさすが加藤さんが、えー、人気の本でしたね若者がよく借りていきましたそうなんだでも若い人にこそ読んでほしいですよねこれね えっとね、あの本当にドクターなんですよ。あの弘前大学で。博士号は弘前大学だったのかな、つくばだったかな。神戸、全然違うこと言ってるね。まあ、あのほんのドクターです。バッタモンではありません。はい。えー、っと、文系修士は食べられないです。そうなんですよね。 なんかね、あの、こう、学問で身を立てることができない、難しいってね、これはちょっとすごく致命的ですよね。えー、アマゾンで見たらバッタを倒すでアフリカでトセットになってます。<laughs> <laughs> アマゾン,ンマ、昇魂たくましい。まあ、そういう、その、あの、若き、えー、博士が、 えー、自分のためバッタのためそして、えー、自分とバッタの未来のためにアフリカに渡ってこう孤立奮闘してというすごくこう面白い話なんですけれども、えー、たまたままあ本屋で手に取って、えー、買って帰って読んでめっちゃ面白くってでも文章が抜群にうまいんですよね。 あの博士なのに難しい専門用語を一切使ってなくてあこれ私もすごくこうあの勉強になるなと思ってでこの人の,、まあ、の SNS をねいろいろこう調べてたら大阪でトークショーをやるっていうのを見つけてえー、大阪だったらいけるやんと思っていつかなと思ったら2日後ぐらいだったんですよでもその場でパソコン開いてスパーンとこうチケットを取って。 行ってきました。で、あのー、本買ってる人にはね。あのサインもらえるって言うからね。サインももらってきてね。はい、ちゃんとね。かおりさんへって言ってもらったので、あのー、この日のためにあの徹夜でサインの練習をしたんです。って可愛 <laughs> い,いですよね。で、この専用のハンコもちゃんと作ってて、このウルドっていうののウーはどう？見てもあのウルトラマンのウーですよね。 ウルトラマンと仮面ライダーといろいろパクりまくっているっていういやー、まあ、こういう、あのーまあ、この人のトークイベントが大阪であったので昨日はそれに行ってたんですよ。でえー、っと、あのー、ご本人もちろんご本人が来てたので記念撮影もしてもらってはいそれがこんな感じですあの。ちゃんとアフリカの衣装でねいらしてて。 えー、来場者に <laughs> 手ぬぐいがプレゼントされて、それがですね、これ、こちらでございますよ。はい。あ、え、逆 <laughs> 失礼しました。ちゃんとこう、あの、バッタの皮が入ってるんですけど、えー、ドクター・あコータロウ,ウルド、えー、前のという、その、 作者のネームが入ってるだけっていう何この,あの手ぬぐいっていう誰が嬉しいそれ「あんたやん」っていうねもうツッコミどころ満載なんですけれどもえこれをおうた,だいただいてあのキキと写真を撮ってもらった私であのこの手ぬぐいは手ぬぐいというんですけどもすごいペラペラの。 もう絶対これ水吸わなないいだろううっていうもうただの本当にこうこれは看板だよねっていうねこうやってそのバッタのマークとその自分の名前が入ってるだけの、えー、こう布のこう巨大名刺を作って配る博士っていう絶対真似しようと思って「形もこんなん作る」であの皆さんに配って一緒に写真撮ってもらうのいかがでしょうか そそうそうもうまさにねどぎついばった色ですよはいそうなんですあのウルドっていうのがねそのアフリカンのミドルネームなんですよね名前もらったそうですはい <coughs> ねすごい香おさんの行動力ありがとうございます佐々木さんなんかねあのー 興味を持ってで即動くっていうのがなんかその奈良のことをしゃべって奈良のことを知ってもらって好きになってもらうっていうのをするためにあの奈良のじゃないことをいろいろこう蓄えるって本当に大事だなと思うんですよね。 で全てはやっぱ比較だなとさっき法麒さんの話をした時に十一面観音様法麒さんの十一面観音様のお顔がいかにいいのかっていう話をしたんですけど法麒の十一面観音様のお顔の特徴を知ろうと思ったらやっぱりその観音様以外の観音様を見ないとわからないんですよね全ては比較なんですよね。 でまあそのアフリカのバッタとあの奈良の仏像っていうのがどうこれからリンクしてくるのかわからないんですけどでもまあなんか世の中は無駄なことでできていると信じていますのではいあのいつかなんかこのバッタ博士に会いに行ったというのもきっと私が奈良を語る上で重要な糧になると信じております。 はい。えー、あ手ぬぐい楽しみきましたありがとうございますただおさんグッズ待ってますマジっすかどうしよう西川さんしか欲しがらなかったなただおしさんのロゴ入り手ぬぐいあだしさんのデザインでいいですね本当だあだしさん忙しくなりますね何色にします何色 どううしよう何色にしようちょっとこうあのー、私のカラーを決めないといけないですねあのゴレンジャーみたいにねあっ草木さんももらってくれるっていうから、えー、とりあえず水尻さんと西川さんと草さんが <laughs> 私のグッズを使ってくださるそうですはい ああ、へーえ、黄土色七尾ちゃまにとって私は黄土色のイメージなんですか青緑にしてお水取りに行こう。ああ、松江の女人ね。<laughs> <laughs> なるほど。はい、佐々木さん、ぜひぜひ、あの、まずぜひ、あの、本屋さんでもね、今、あの、すごく売れてるみたいで、えー、私が買った時も、あの、平台にありましたので、 地元でも売ってるんじゃないのかなと思います。あのなかあったら Amazon でまで取り寄せてみてください。えー、藤色。牧 <laughs> さんにとって私は藤色なのでございますね。えー、もちろん手拭い欲しいですよ。ありがとうございます。はい、えー。足立さんどうぞよろしくお願いいたします。 えー、あバッタの話は明治初期に日本の北海道の百人浜の森というところに4年間バッタが押し寄せてき、えー、てます。そうなんですね。あれですかね、あのゴールデンカムイに乗ってたあの話ですかね。ブックカバーがいいです。えそれはグッズの話ですか私のグ,ッあのグッズでブックカバー。<laughs> いいなそれ私も欲しいですカアさんありがとうございますまああのあれですよね、えー、とりあえず茨にいる人はこうあの強制的に欲しい欲しくないの意見を聞かずにあのこれを身につけないとイベント来てはいけいかないとかね辛いねそれねはいあのさらに <laughs>、えー、皆さんをこう追い詰めたいと思います。 あ、手拭いなら畳み方でブックカバーにもできるはず。なるほどね。新,着新書サイズのブックカバーが欲しいです。あ皆さんさすが読書家ですね。はいはい。じゃあ、あのー、まあ、グッズね。グッズ。はい。なんか、なんかしたいですね。ありがとうございます。はいはい。えー、それではですね。あのー、今日のところはこの辺で。 えーとなんか言い残したことはないかなあそうそうあの皆さん焼燥員のチケット買いました無事に入手できたでしょうか私はおそらく世界で一番最初に焼燥員のチケットを買ったんではないかと自負しておりますなぜならば9月6日金曜日10時にロッピーが開くときそのロッピーのあのボタンピコッと押して ピコウィンウィンウィンってなるあの時間も考慮して10時00分になると同時ぐらいにパカッと開くように操作してパカッと開いたんですよ。で高速で自分が行きたい日を取ってまあ,あのそんな一番乗りしなくてもあの次の日も見たら全然まだ空きはあったんですけどね。ローソンの店員さんが いやあのー「焼倉院展始まりましたね」「お客さん早いですね」って言ってくださって「ええー、一番乗りですから」ってこうちょっとドヤ顔をした私でございますはい買いましたよあよかったよかったありがとうございますでえー、っとあのー「焼倉院展にまつわるイベントも」 いいろろえっと Zoom とあの東大寺に行きながら正倉院あの展覧会じゃなくてあ,のあぜくらの方のね正倉院に行くやつとかやりますので Zoom、えっと、は10月19日そして正倉、えっと、院に行く東大寺ツアーが11月10日です。 日曜日です。ぜひ皆さん来てくださいね。お待ちしております。はい。えーおちゃまそんなに急ぐあのー、思い立ったうちに買わないと忘れるでしょ。<laughs> えー、ぜひ七尾おちゃまも正倉院店行きましょうね。はい。昨日の午前中購入できました。よかったよかった。ありがとうございます。 はい。というわけで、えー、これからいよいよ本格的に秋到来で、えー、少々印天とか、えー、秘物のご会長とか、いろいろ楽しいことがあります。で、それに合わせて、あのー、イベントもりもり作ってますので、ぜひともおご利用ください。はい。えー、っと、来週、次回のうるわしなら通信は、来週の 13日ってあれだっけあの、名古屋行くって言ってた日だっけ違うかったっけ<う>はい。じゃあ、来週の金曜日、13日の金曜日です。はい。えー、で、えっと、水曜日、十一月、9月11日にはニコ生がありますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、っと、はい。七尾ちゃま行ってね。 えー、この秋はイン院展いつ行くのかと直樹さんのツアーにいつ行くのかがまだ正解出ないですなかなかねお仕事の兼ね合いもあるので、えー、難しいと思いますが、あのー、ぜひぜひお名に書か,かれたら嬉しいですはい、えー、マキさん奈良博のメンバーズカードで言ってくださいね、えー、小野さんニコ生聞いてますよありがとうございますとっても嬉しいです はい。えー、では、今日はこんな感じで終了しようと思います。お疲れ様でございました。あの、放記事のね、ズーム聞いてくださって、2、えー、次会来てくださった皆様、本当にありがとうございました。あの、なかなか、ズームの本編の時は、こう、ゆったりと構えて、どうでしたかとかが、あの、聞きづらいので、こういう場で、あの、お伺いできて、はい、あの、嬉しゅうございます。ありがとうございました。 はい、お疲れ様でございました。えー、ではでは、また来週金曜日、13日の金曜日にお目にかかりましょう。ただうちかおりの奈良ガイド、うるわしなら通信でした。ありがとうございまーす。